ガチンコマッチョクラブミスター M さん、今回もね動画の方ありがとうございます。パワーラックといえば筋トレをするね男性の、まあ女性もそうなんですけども、やっぱりね憧れの中の憧れなんですよね。パワーラックを買っちゃうと、まあ、金額もそうですし設置もそうなんですけども、筋トレに飽きた時にどうしようかなっていう不安がつきまとうんで、かなりね筋トレにもうエネルギーをもう傾けてる人じゃないとパワーラックを買おうかなっていう検討までいかないと思うんですよ。その前にやっぱりパワーラックを買った方の体験とかね、組み立てとかそういったものっていうのはすごくね参考になるんで、今回本当にありがたいなと思いました。で、私もねパワーラックね買おうかなと思ってずっと思ってたんですよ。私もホームジムを持ってますんで、パワーラックはね憧れの品でした。で、ホームジムは2階にありますんで、重荷重っつってねダンベルとかバーベルをガーンと置いた時に床が抜けるんじゃないかなっていう心配もあったんですけども、まあこれはね通常の2階建て住宅だったらその心配はないそうなんで、そのまあ心配はないとはいえね、やっぱりパワーラック私はね踏みとどまりました。でもパワーラックの他に欲しいものがあったから私はやめたんですよ。何が欲しかったかというと、パワーラック以上欲しいものって何ってね、何でしょうね。私はねこれなんですよね、カンフー英春拳の牧人ですね。私はね牧人を選んでしまいましたけども、これもねアマゾンで買ったんですけども 7,8 万するんですよ。で、これはね結構厄介ですよね。っていうのがパワーラックほど役に立たないんですよ。もう本当にねこう一人組みでの練習用ですからね、ちょっと変わってるでしょ、こういうのを持つ人ってのはあんまりいないと思うんですよ。でもねパワーラック以上に私はこっちが欲しかったんでこっち買っちゃいました。で、ホームジムをちょっとお見せしましょう。私の場合はこういう風になってます。こうですね、下にザーッとね揃っていて一式あってですね、で牧人があるって形です。私の特徴は小さい冷蔵庫とこっちの方に見てくださいテレビがあるんですよね。65型のテレビがあってモニターがあって、これコストコで6万5000円で買ったんですけども、安いでしょ。でこちらの方を見ながら筋トレの動画とかね、ランボーとかスタローンの動画、筋肉ムキムキのね80年代の映画を見ながら筋トレをやるって感じでございます。で、もう一つね、最近はこれトランポリンなんですけども、トランポリンもねいいんですよ。どんどんどんと、そうすると全身運動になりますんでね、足を開いたり閉じたりしながら跳ねることによって全身運動になって、でそれからね縄跳びもたまにするんですけども、縄跳びをね40代半ばにして10回するともうヘトヘトです。で、足首悪くなるんじゃないかなみたいな感じで、股関節とかがね痛めやすいんでちょっと気をつけないといけないと思うんですけどね、そういう意味も込めてトランポリンは安全なんでやらせてもらってます。という形でね、軽く私のホームジムも見せて、見ていただいたんですけども、まあ、ミスター M さん、よろしかったらね、今度は私トランポリンをちょっとやってるのと、この牧人っていうのをちょっとやってるんですけども、それからこういった機材もね一通り揃ってるんですよ。まあ、こういうもののね感想といいますか、評価といいますか、なんかミスター M さんなりのなんかこう感想があったらねお聞かせいただきたいなと思います。あとパンチングボールね、あ、それから鏡もあるんですよ。これ見てください、鏡でこうファイティングポーズをね確認するわけなんですよ。やっぱねボクシングのジムみたいでしょ、鏡があったら。で、あそこはロデオがあったりベンチがあったりねするわけなんですよね。なんかいいですよね、こういう風に40代の多分ね同じぐらいの年代だと思うんですけど、ミスター M さんの方が若いのかな、思いますけども、同じ年代ぐらいで同じようにね筋トレをしている者同士がこのコミュニケーションを図るのってすごく楽しいですよね。これからもよろしくお願いします。